こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。米国では、ようやく F-35C ステルス戦闘機の艦載空母が決定。今後導入が急ピッチで進んでいくだろう。現在多くの主力艦載機でもある F-18 ホーネットだが、まだまだ艦載機として活躍していく。この F-18 ホーネットをなんとインドが導入する。インドは中国との軍事計画を見直していて、次々と戦闘機を導入しているのが現状。ではホーネットをどんな任務で使用するのか、詳しく話していきますね。やっぱり空母が有力だよね。2020年8月、インド海軍の国際初の航空母艦であるヴィクラントが、実際の海上における推進機関や電力系統のテストを行う予定であることが報じられた。ヴィクラントは本来の計画では2010年の浸水の後、2013年にはインド海軍への収益が見込まれていたものの、建造にトラブルが続き、ようやく2020年2月に船体が完成した状態だった。今回報じられた海上での推進機関や電力系統のテストが無事終了すれば、ヴィクラントは2021年中にはインド海軍への受け渡しが行われ、正式配備に向かうものとみられている。インド海軍では、このヴィクラントに続く2番艦の建造により、旧ソ連のキエフ級航空巡洋艦、バクーを、ヴィクラマーディティアとして就役させているのと合わせ、航空母艦3隻体制を目指している。ただし、ヴィクラントが、寄港から、実に11年の歳月を費やした現実から考えると、2番艦の建造にも想定以上の時間を要する可能性も高く、計画通りに進むのかには大いに疑問が持たれている。そして同時に航空母艦として最も重要な艦載機についても定まっておらず、艦載機としてロシアより調達した MIG-29kg KUB が45機あるにはあるが、こちらもまた実運用には程遠い様子だ。インド海軍では調達した MIG-29kg KUB に飛行制御システムや機関部に深刻な問題があると判断しているが、当のロシアはそうした日を認めておらず、運用に必須のメンテナンス面にも不安が指摘されている。こうした状況を踏まえ、インド海軍では新たな艦載機の調達計画を予定しており、現時点ではアメリカの FA-18EF、フランスのラファール、ロシアの MIG-29kg などがの機体がその候補とされている。これに加えて、インドの純国産戦闘機であるテジャスを航空母艦での運用に向けて改修した機体も名乗りを上げており、どれに決定するのかは、まだまだ先の話になりそうな状況にある。ただ、純国産戦闘機テジャスの海軍仕様の登場は、他の兵器と同じく、兵器の国産化を推進しようとしている今のインドの政策と合致することから、その採用が最有力との見方も増えてきている。
それでも、インドとしては、中国との国境紛争の激化などから、戦力配備のスピードを重視する可能性もあるとみられ、そうした場合には、航空母艦艦載機として、実績のある機体が選ばれるのかもしれない。アメリカの F/A-18E/F やフランスのラファールは、航空母艦艦載機としての実績はあるが、いずれも、カタパルト射出による形式での運用であり、スキージャンプ式のインドの航空母艦への対応には疑問が残る。しかし、昨年2019年8月には、現在 F/A-18E/F を有するアメリカのボーイング社は、インド側からのこの問いに対して、まずコンピュータのシミュレーション上からは、改修を施さずに、それが可能と回答した。アメリカのボーイング社は、このところ、アメリカ軍の戦闘機はほぼすべて、ロッキード・マーチン社の F-35 ライトニング2にシェアを握られており、これが非でもインド海軍に食い込みたいのだろう。ロッキード・マーチン社は、単発エンジンではあるが、F-16V をインド向けに、改めた F-21 のインド国内でのライセンス生産及び、その輸出すら認める案を提示しており、ボーイング社は、ますます不利にも見える。そんな状況下、ボーイング社が F/A-18E/F をインドに向けて、アピールするため、メリーランド州パタクセントリバー海軍基地において、スキージャンプ式の発艦を実機でテストしているという。これは、前述のコンピュータのシミュレーション上からの未回収でも、スキージャンプ式での発艦が可能だとする見解を、実際の機体を使用して、証明しようとする試みだとみられ、今後に注目が集まる。現在候補として考えられている F/A-18E/F、ラファール、MiG-29kg の3機種の中では、F/A-18E/F が最も大きく重い機体のため、物理的に4万トン級の大きさしかないビクラントでの運用は不利と言われてきた。今回のスキージャンプ式発艦のテストで問題ないことが示されれば、ひょっとすると、最も不利と考えられてきた F/A-18E/F にも、逆転の可能性が浮上するのかもしれない。しかし、最も問題になるのではないかと考えられている点がもう一つあり、これはそもそも論だが、インド軍が、これまで配備している航空機のほとんどがロシア製のものだという点だ。このため、もし仮にアメリカ製の戦闘機を調達するとなっても、兵装などの兵器システムに関しては従来の装備との連携が図れず、非常に非効率ではないかと見られている。どちらかといえば、この点を最初にクリアすることができなければ、アメリカ製の兵器がインド軍に食い込んでいくことはほぼ不可能ともいえ、逆にこれが実現すれば、インドの方針転換が明確になるとも言えるだろう。